中です。あれからね、バラさんの方なんですけども、やはりね、ダメになったと思ったバラさん、目がね出てきてます。なんとかね、生きながらえたというかね、ダメかなと思ったんですけども、復活してくれるのを楽しみにしています。あとはね、もう葉っぱもね、そろそろなんか落ち始めてるのもありますね。秋だなーっていう感じですね。あとは右バラさん、こちら中が黄色で周りが赤というやつでしたけど、もうこんなちっちゃいのしか咲かないね。うっすらと赤い、輪郭っていうかありますけど、こんな感じの咲き方なんですかね。あそこにもありますけどね、一つね。またここにも一つ。まあ、咲いてくれるの楽しみにしてます。先日ね、肌荷のちょっと処理できませんでした。ちょっとやりたかったんですけどね。もう肌荷ついてるんだよね、これね。もう見えるよね、この辺に、肌荷。なんとかね、本当はしたいんですけども。まあ、そんな感じで、ちょっと、今日できればやりたいなと思ってますけど、どうなりますか。これはピンクのバラさんなんですけど、すごいね、うどんこ病もすごいんですよね。こんな感じになってます。あと黄色いバラさん、黄色いバラさんもね、2個あったうちの1個、こんな感じで咲き始まってます。ちょっとピントが合ってないね。はい、これでピント合いました。カジマロさん、なんかね、カジマロさん勢いいいよね、もうね。もう完全に外で生活できるかもしれませんね。すごい状態になってます。それと、ガーデンシクラメンさん。ガーデンシクラメンさんの葉っぱがね、結構多くなってきてます。いい感じですよね。あとは、カーネーションさん。ね、翔さんも葉っぱなんか生き生きとしてきてるような感じですね。寒いんですけどね。こんな感じですが、下の方からも結構出てますよね。あれ、つぼみじゃないですか、あれ。つぼみ出てますね、これ。これ。こちら、見えますかね、このアンク。このアンクですね、このアンク。これ、つぼみですね、つぼみ。これ花ですよ。花咲くかもしれませんね。葉っぱこれしかないんですけどね。まあ頑張って咲いてくれるでしょう。あとは、クレマチスさん。もう私の背丈超えました。超えましたけども。どうですかね。これ咲いてくれるんですかね。わかりません。咲くまで結構時間かかるんでね。これどうかな、難しいかもしれないですけども、まあ、様子見していきます。あとは知らない花さん、花摘み、しました。あとはね、上の方枯れるまであとこのままにしておきます。これもうどんこ病すごいな。こっちの方もね、赤と中心が黄色、周りが赤のバラさんですけど、つぼみはね、こんな大きいのついてるんですけども、ちょっとね、うどんこ病がものすごいんですよね。まあ、ここにもつぼみありますね、これね。まあ咲いてくれるかどうかわかりませんが、まあ楽しみにちょっとしています。あとは、ピンクのバラ、ミニバラさんですね。こっちもね、うどんこ病あるね。うどんこ病っていうか、肌荷がちょっといるような感じがしますね、なんとなく。ああ、肌にいるかもしんないな。肌にいるかもしんないですね。ああ、肌にいるね。ここ、見えるかな。肌にあるね、クモの巣のように。クモの巣なのかな、肌になのかな、肌にだな。いますね。
とルージュピエールさん、ルージュピエールさんもね、ツボ言われてきました。うどんこ病ついてますけども、つぼみ割れてきましたね。これも咲いてくれるでしょう、多分。楽しみしてます。あとはこちらのバラさんですね。こちらのバラさんもね、うどんこ病なんかが出てるね。濃いピンクのバラひろこさんをね、だいたい20センチちょっと超えまして、これ先端つぼみあるのかな、ちょっと先端につぼみあるかどうかちょっとわかりませんが、こんな感じになってます。こっちにもペンがあります。これも先端につぼみ多分出ると思うんですが、こんな感じで育ってます。その隣の、ロマンティックアンティークさんもね、つぼみもこのぐらい大きくなりました。うどんこ病これもありますけども、つぼみもこのぐらい大きくなってます。ここのやつもこのぐらい、下のやつは一番大きいね、もうちょっとですね。こんな感じになってます。あと一番奥 の薄いピンクの原ひろこさんも咲き始まってますが、あんまりいい感じじゃないね。あんまりいい感じに咲いてません。あとつぼみ2つ向こうにあります。こんな感じになってます。あとは、クリスマスローさん。クリスマスローさんね、少しずつ新しい芽がどんどん出てきてます。こんな感じですね。大きくなってますよね。これもなんかすげえ、すごい大きくなりましたね、これ。こんな感じで、新しい芽が出てます。ただ、向こうの方はね、新しい芽が出てないんですけども、これ、新しい芽が出るとね、したんだよな。あんまり本当はね、新しい芽出てほしくはないんですけども、まあ、様子見てね、まあ、それはそれで仕方ないんで、様子見て、いきたいと思います。以上、こんな感じです。